北野しありのリアルドライ。皆さん遅ればせながら明けましておめでとうございます。北野しおりです。本年もよろしくお願いいたします。佐藤美久です。しおりちゃん、はい、まずお正月はどんな過ごし方でしたか？あ、一応初詣に行って、うんうんうん、あのお参りしてきました。あ、そう、紫のお守り買いました。あ、はい、そうなんだね。なんか色迷ったんですけど、うんうんうん、あの紫は簡易12回で高貴な色だったんで、紫にしました。そうなのね。みくちゃんどんなお正月過ごしました？私はね、まあ、三が日はそんな変わらず、はい、なるほど、まあ、おじいちゃんちおばあちゃんち行ったりとかしたりとかして、 あ、はいはい、あとは、まあ、三が日ではないんだけど、はい、1月、7日に、はい、あの新浅草新春浅草歌舞伎、うん、はい、あですね、はい、見に行かせていただきました。なるほど、貴重な体験ですね。初のね、初歌舞伎でしたので、あ、へー、とっても楽しかったです。はい、ぜひ皆さんも行っていただければなと思います。はい、すごいお正月らしいことしてていいと思います。そう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 、私はずっとソリティアしてたんだゲームそう、ゲーム、なるほど、トランプのゲームしてましたね。わ、はい、かりました。ということで、はい、お正月からね、番組構成上少し経ってはしまいましたが、はい、この番組北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと、私女優でタレントの佐藤美久の2人が、コスプレという、はい、見た目、いわゆる視覚に訴えていくものをあえてラジオという皆さんのお耳聴覚に訴えていこうと企画された番組です。それでは今年も頑張ってコスプレの魅力と若手女優と頑張りをリアルに、そしてドライにお伝えしていきたいと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。はい、新年1回目の放送、はい、やっぱオープニングもね、ま、バッチリ、はい、決まったところで、最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ。このコーナーは、はい、来月東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどの、うん、ご紹介や各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見による情報もフォローしていくコーナーです。はい、ではまずはですね、2月10日、日曜日ですね、幕張メッセワンダーフェスティバル2019、はい、冬、うん、そして、2月11日月曜日祝日と、はい、17日日曜日ですね、埼玉県南埼玉郡宮代町で、はい、コスミックス新週間、うんうんうん、はい、ワンフェス行ったことあるかも。あ、そうなの、ね、うん、そしてこちらも同じく2月17日日曜日、はい、千葉県千葉市中央区フェスティバルウォークソガ、はい、と、2月23日土曜日24日日曜日が、那須林道湖レイクビュー林道湖コスプレフェスタ、はい、そして2月24日日曜日が、茨城県稲敷市、茨城とコスコテイン茨城と、はい、まあ、ピックアップさせていただいた、はい、イベントはですね以上なんですけれども、はい、2月の目玉イベントは何といっても10日2月10日日曜日に、はい、幕張メッセで開催される、ワンダー、フェスタフェスティバル、ね、そうですね、はい、です、このイベントはですねコスプレイベントではなくガレージキットと呼ばれる、うん、手作りの模型を展示、うん、販売するイベントでもあります。そしてもちろんコスプレ参加者のためにのエリアも用意されていますので、はい、クオリティ高いガレージキットとコスプレを両方楽しめると思います。うん、そういうイベントなんですね。はい、でまた11日と17日に開催されるコスミック新週間というイベントは会場の新週間が、造設計集団難しいというそう、建築家集団が、はい、設計した建物なんだそうです。へー、独特な、はい、雰囲気な建物なのでファンタジーの世界観で撮影したい方におすすめです。へー、そして茨城県、稲敷市で開催予定のコスコテイン茨ライトは、うん、フランス田舎町が、テーマになっており、うんうん、コスプレをしたままで乗馬ができるそうで、へー、なんと乗馬シーンの撮影などにも利用できるようです。なんかロマンチックですね。うん、でご紹介させていただいた以外にもですね、はい、アコースターやコスプレ博といった恒例のイベントや大小さまざまなイベントも開催予定です。はい、でイベントによってはですね事前申し込みが必要だったりあと人数の上限が設定されているため、うんうん、気になる、イベントなどございましたら必ず詳
催情報や、注意事項や、参加条件などホームページなどでご確認の上ご参加してください。はい、はい、またお問い合わせの際にはですね、会場ではなくイベント主催者にお問い合わせいただきますようお願いしておきます。まあ、以上ここまでいろいろと2月の予定にされているイベントについてご紹介させていただきましたが、あくまでここでは情報の紹介で、申し込みなど詳細につきましては皆さんウェブなどでご確認の上ご参加ください。はい、で聞くところによると、はい、しりちゃん先月風邪を押して、はい、以前このコーナーでも紹介したコミケに参加したそうですが、はい、はい、参加しました。撮影していただいた皆さんありがとうございました、はい、なんだろう、なんか今年のコスプレの傾向っていうか、私たち世代の少女漫画のコスプレしてる女性多かったですね。はいはいはい、例えば東京ミュウミュウとか、はいはいはい、ピチピチピッチとか、そう、ああ読んでた読んでたみたいな。すごい世代。少女漫画みたいな。はい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 、あとカメラマンさんの傾向、はいはい、私これ今の傾向かなって思ったんですけど、はいはいはい、前まではカメラのメーカー、うん、ニコンと、うん、なんだっけ、キャノンのに二分したんですけど、はいはいはい、そこになんかソニーが入ってきたなっていうイメージでした。ソニーはちょっとコンパクトなんでね、意外、そう、今の流行りソニーなのかなっていう。あ、なるほど、はい、で私自身は、うんうんうん、まあ普通にいろんな方に撮影してもらって楽しかったんですけど、うんうんうん、印象的だったのは、うん、ラジオやってますよねって声かけられて、はい、そうなの？なんかインスタかな見てて、はい、でもすごい可愛い女性に声かけられたんで、ちょっと挙動不審になっちゃって、それツイッターでも言ってたね、はい、挙動不審になっちゃって、ああみたいな。そうなんだ、喋れなくなっちゃいました。嬉しいね、めっちゃ嬉しかったんですけど、なんて答えたらいいか分かなくて、しどろもどろ顔なしみたいになっちゃった。それは嬉しいですね。はい、じゃあ結構こう自分がラジオね始めてから、はい、こうやっぱり今回ね、はい、多分ラジオ始めてから初めての、はい、コミケ、そうだよね、大きいイベントは結構こう自分の中で何か変わったところとかありますか？なんだろう、意識というか、あ、死んだ顔で人と喋らない。なんだろう、やる気のない顔では参加しない、ね、いつ誰に見られてるか分からないという、うん、なんか私真顔すごいひどいんで、なんだろう、そう、悪意なく真顔をしてしまうんで、なるべく笑顔で、ね、はい、笑顔でにこやかに楽しく参加できるように、それは一番、ね、はい、意識を変えましたね、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、で楽しかったということですね。はい、楽しかったです。ちなみに何のキャラ得られたんですか？私今年も、うん、フェイト、グランドオーナーのネロの、あ、グランドオーダーじゃない、フェイトの別のゲームのネロのチャイナ服のコスプレしましたね。なるほど、はい、いや私もねツイッター拝見させていただいて、はい、チャイナドレス、そうそう、めちゃくちゃ可愛くて、ね、胸元めっちゃ開いてる、そうすごくそこにね注目がいってしまったんですよ。ハイライト当たっちゃうみたいな。ぜひね皆さんツイッターもね、はい、しりちゃんツイッターね、ぜひご覧いただければなと思います。はい、はい、以上イベントオブマンスリーのコーナーでした。はい、今月の潮ミクランキングのコーナー、改めまして、はい、現在放送中の北野しおりのリアルドライは、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは、うん、今月の潮ミクランキングのコーナーです。はい、可愛いキャラクターのコスプレ衣装に身を包みながらファンを獲得しているしおりちゃんと、一応誠実というキャラでいろいろなお役をいただいている私佐藤美久が、はい、毎回ランキング形式で人気のスイーツなどについてガチリアルにもしかしたらちょっとだけドライに、はい、コメントしていくコーナーです、はい、あらかじめ申し上げておきますが、はい、結果的に私たち2人のコメントが、リアルドライ塩ランキングになったらごめんなさい、ごめんなさい、はい、さて、前回はうまい棒についてね、2人の試食ランキングでしたけれども、はい、しゅうちゃんは何が一番？私照り焼きの表面の砂糖のサクサク感美味しかったっていう。あ、私は納豆だったね。納豆ね、そう、納豆ダメだったね。納豆ダメじゃないけど、そう、納豆だなみたいな、よりかは照り焼きの方が美味しかったなってね。そうそうそう、ちょっとスナック感求めましたね。すごい楽しかったです、ね、楽しかった。今回もねまたすごい楽しみですので、はい、私もぜひぜひ食べていこうと思います。ちょっと楽しみだよね、はい、美味しいもの食べれるみたいな、うん、これだもん。今からね何のものか教えて、はい、説明させていただきますと、今回はですね、女の子大好き、うん、マカロン
です。はい。はい、イエーイ、はい。それもですね、しゅりちゃんのこだわりのお店、ピエールエルメ。いや、ほんと大好き。と、フジヤと、はい、シャトレーゼさんの、マカロンですね。3つ、3種類ですね、はい、ご用意いただきましたので。はい、それではね、ちょっと早速、ありがとうね、しゅりちゃん。配信もね。はい。早速ね、まずは、まあ、これをね、当てて A、B、C とありまして、はい、私たちの目の前にね、はい、あるんですけれども、それをですね、食べていって、まあ、何かっていうのをね、はい、当てていく感じかな。コメントしていきましょう。そうね、はい、一つずつ。はい。はい、では、まず A の、はい、マカロンからいきたいと思います。はい、では、しおりちゃん、お願いします。1個目、すごいショッキングな赤のマカロン。映像だとわかるんですけど、はい、いただきます。はい、どうですか？すごい、なんだろう、香りが強いです、これ。じゃあ私も、いただきます。うん、美味しい。うん、うん、これはいちごかな、ちょっとベリー系の香料の匂いだかな、うん、鮮やかな赤ですごい美味しいで、はい、うん、ちょっと高そう。じゃあ2個目いただきます。はい、黄色のね、あのマカロンになってますね。うん、どうですか？ちょっとさっきよりももっちりしてて、うん、はいはい、レモン系の味がします。じゃあ私もいただきます。うん、どう？食べ応えが分厚いよね。さっきより全然 A よりありますね。ね、じゃあめっちゃ好きだわこれ。じゃあ3つ目いきます。はい、今度は白い、そうだ、ね、バニラビーンズが入ってるかな。あ、入ってますね、粒粒。うん、すごいっすよ。紅茶かな。あ、どうですか？これは、うん、私ピエールエルメ大好きって言ったんですけど、はい、これ3つとも前線してます。どれも美味しい、どれも美味しい。あ、ほんと、うん、じゃあ私もいただきます。急に自分がなんだろう、当てられる自信がなくなっちゃった。え、全然違う。全然違う。これすごい柔らかいかも。すっごいなんふわふわっていうか、ふわふわ、なんか とろける感じ。口どけがいいですね。うん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 、うん、なるほど。全然こんなに違うんだ。初めて食べ比べしました。マカロン好きを自負したんですけど、うん、あ、すごい。でもどれも美味しい。美味しいよね。難しすぎる、どうしよう。うん、じゃあちょっと全種類食べましたけれども、はい、ま、それぞれね、ランキングを、ランキングというか、はい、まあ、ランキングと何だったのかっていう、ね、はい、何だったのか。なるほど、何だったのかっていうことね。はい、これ外したら私恥ずかしいですね。3種類とも大好きなんですよ。はい。ではですね、はい、この ABC ちょっとしおりちゃん、はい、お店の名前をね、はい、ぜひ言っていただきたいんですけど。自信あります。あ、すごい自信あります。じゃあまずは A からお願いします。はい、A は、はい、富士屋さんだと思いますね。 では B、はいはい、B はシャトレーゼさん、はい、C はピエールエルメさん。はい、じゃあ正解を、ね、どうでしょうか。見ていきたいと思います。この自信満々で、まず A が、はい、どうぞ。おー、富士屋さん、おー、富士屋商品名、甘ごういちごですね。はい、150円税込みとなっております。はい、そしてでは続いて B、 BC がね、ちょっと迷っちゃった。せーの、あー、あれ。まず、B はですね、はい、ピエールエルメさんの、はい、アンフォニナンシトロン、ま、シトラス系の味しましたね。この黄色の、映像配信までご覧いただいてる方、はい、この黄色のね、マカロンがピエールエルメさんです。マジか。あれ、マジか。結構302円税込みとなっております。はい、価格帯の違いが。ということは、はい、C が、シャトレーゼさん、はい、バニラになります。なるほど。あれ、シュリ、結構自信あったのに。シュリちゃん大丈夫？いや、なんだろう、なんだろう、なんか溶けトロトロだったから勘違いしちゃいました。うんうん、でも言われてみれば、うん、間のガナッシュが B はしっかりしてて、はい、迷ったんです。迷いました。迷ったんです。迷ったんです、ごめんなさい。あと、あ、味の好みかも。3種類の味違うから、そう、言い訳させてください。味が違うから、はい、ちょっとね、今回は、はい、でもすごいです。藤谷さんぴったり当てました。いや、どれも美味しいということです。うん、めちゃくちゃ。でも全然やっぱり違いますね。はい、マカロンというだけで。ではですね、はい、まあ、この味のランキングをね、はい、行っていこうかと思います。味のランキング、そう、このいや、これ答え見た後だとちょっと主観が入ってしまうので難しいですね。いや、ぜひお願いします。ま、バニラ好きなので、バニラが一番好きだったんじゃないかなと。あ、千里ちゃんの1位はバニラで、はい、はい、で私はですね、すいません、甘王。あ、そうなんだ。第3位、第3位、第3位は、あ、ごめんなさい、私第3位はバニラです。ごめんなさい。なるほど。
シャトレーゼさんのバニラです、うんうん、しおりちゃんも私もシャトレーゼさんのバニ ラ, バニラじゃあ第2位第2位ピエールエルメのなんとかシトロン舌が回らないので、アンフィニマンシトロン、はい、おしゃれな名前ですね。じゃあ、ちゅりちゃん2位、はい、私も同じく、ピエールエルメさんの、アンフィニマンシトロンが私2位ですね、はい、で1位、はい、同じくあハム、ね、アマオイチゴ富士屋さんのアマオイチゴ、はいいちご、まあ、なぜ私はあのいちごがこの世で一番好きなんです。あ、そうなんだ。はい、すごいいちごの味しっかりしてますよね。めっちゃ美味しいと思って感動したんだ。感動した、うんうん、いや私どれも好物つけがたいなっていう、そうマカロン好きとしては、あ、なるほどね、だからどれも美味しかったですって締めたいですね、うんうん、いやこんなにね違うと思わなかった。はい、間違えちゃったの恥ずかしすぎて動揺してるんですけど今。いや全然全然、はい、大丈夫大丈夫。あんだけ威張り散らしたのに切り散らしたのに外したという、はい、で大丈夫です、はい、ではですねまたすごい今回もね楽しかったなと思います。いや本当に私が大好きな食べ物だったんで、うん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 、早く続き食べたいな。久々にマカロン食べたので、はい、私もとっても美味しかったです。美味しかったです、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、以上今月の塩ミクランキングのコーナーでした、はい、改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております、はい、さて続いてのコーナーは、はい、今月のおまけ、はい、私たちが大好きなアニメや漫画などには本当にたくさんの特典というか、はい、ノベルティーグッズ、あいわゆるおまけ、うんがですね、ついてくるケースが多いと思います、はい、それらいろいろな新刊の本や DVD 写真集などにありがたいことにファンとしては垂涎のおまけについて、はい、完全独断による、一押しの一品をご紹介するというコーナーです、はい、まあ、オタクにとってはおまけはおまけじゃないですからね。そうそう、おまけもメインの一つ。そうそうそう、そうだね。そうで今回ですね、はい、ご紹介させていただくのはヒプマイサンリオミックスフェアです、はい、リミックスフェア、あ、リミックスで、ね、失礼しました、うん、知ってるヒプマイ、そうサンリオリミックスフェアです、はい、こちらはですね期間中アニメイトさん全店ですね、うん、フノシスマイク、はい、ディビションラップバトルをですね、はい、ハローキティでおなじみのサンリオさんがプロデュース、はい、デザインプロデュースされたすごい、はい、ヒプマイサンリオリミックス、はいはい、関連のグッズをですねキャラクターグッズをご購入、はい、1000円を前に、うん、はい、特典ポストカードがですね全6種類全6種ランダムです。で1枚ゲットできるフェアとなっております、はい、今回のフェアのメインとなるヒプノシスマイク、はい、ディビションラップバトルは今大人気となっているようで、はい、結構私の友達も好きな子が多くて、はい、そしてこ、ね、実はしおりちゃんも、はい、私も好きです。好きということで新宿ディビジョン の、はい、あのひふみくんが好きです。いろいろこあ、あるんですよね。あの宗教的な問題がこの人が好きみたいな、はい、でしおりちゃんも、ね、好きということで今回でご紹介させていただきました、はい、このあのヒプノシスマイク、ディビションラップバトルっていうのは、はい、そもそもキングレコードさんが、原作を手掛けている、はいはい、声優史上初のラップ音楽の CD 企画で、はい、うんうん、人気男性声優12人がキャラクターに扮してラップを歌うラップバトルプロジェクト、通称ヒプマイと呼ばれています。曲も結構癖あるんですよね。すごいかっこいいです。はい、でこのヒプマイの YouTube にですね、はい、アップされているミュージックビデオが非常に人気でして、あ、うんうん、あのぜひ皆さんもねご覧いただけたらなというふうに思います、はい、まあ、さて、まあ、フェアのね話に戻りますけれども、うん、まあ、最近人気作品と結構サンリオさんが、うん、あのコラボすることが結構ありまして、すごい女子殺到しちゃいますね。そうなんですよ。でこれがまた本当にサンリオさんらしい、はい、ちょっとこうチビキャラみたいな感じの可愛いデザインになっていて、はいはい、どうしてもねやっぱ女子は集めたくなっちゃいますね。本当に全種類そうなんですよ、うん、でこのね、まあ、特典のポストカード、はい、ランダムなんですよ。なるほど、自分の推しを引けるか。そうなんです。で運試しではあるんですけれどもね、はい、まあ、今年のね運試しに皆さんもね推しのカードをですね、ぜひ引いていただきたいなと思います、はい、しおりちゃんはどうですか。いや私推し毎回引けるタイプなんで。あ、すごい恵まれてる。恵まれてる。そう、それから推しと交換できる、うんうん、あの、はい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 、交換材料になるのを引けるタイプなんで、はいはい、あーなるほど、ね、ま、負けなしですね。すごい、みくちゃん引けるタイプですか。引けない、引けないタイプ
でも基本的に私が好きなアニメとかは、ね、はい、キャラクター全部好きなんです、はい、私って。なるほど。なんか誰出てもよしって思える、いいですね、作品が多いですね。本当にサンリオさんらしい、はい、可愛い、あのキティちゃんっぽいっていうか、ちょっとチビキャラな感じがすごく可愛いですので、はいはい、みんな女子向け作品だからみんな結構集めちゃうと思います。そうそうそう、私も気になります。うん、新宿リビジョン、はい、いろいろあるんですよ、はい、新宿だって池袋とかそういう、まあ、界隈、好きなキャラクターのチーム、チーム好きなチームがあるので、ぜひぜひ皆さん、はい、YouTube の、ね、動画も、ね、いっぱい上がってますので、うん、ぜひそちら見ていただいて、はい、好きになっていただければなと思います、はい、どこが好きか考えてみてください、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、以上今月の負けのコーナーでした。はい、皆さん、なんともうエンディングに近づいてまいりました。早いです、はい、北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか、はい、お聞きいただいている皆さんにガールズトーク的にコスプレイヤーさんの世界をいろいろな観点からご紹介していきたいと思っております。はい、しおりちゃん、今回はいかがでしたか。今回のコーナー、マカロンのコーナーは私的に白熱しちゃいましたね。そうだね、はい、大人げなく騒いでしまったというでも今月のおまけのコーナーも、うん、私ヒプノシスマイクの新宿ディビジョン好きで、さっきからずっと、ね、新宿ってわめいててうるさかったと思うんですけど。いや、そんなことないです。で、はい、はい、ちょっと冒頭で取り上げなかったんですけども、はい、前かな、そう私のネイル、はい、まあ、今月のネイルじゃないですけども手紙しようとしている。そう、しおりちゃんすごいネイルが大好きでして、はい、すごく毎回可愛いんですけれども、はい、映像じゃないとちょっと分からないんですけど、あ、そうですね、映像配信版をね、はい、ぜひご覧いただきたいんですけれども、はい、今回はどういったネイルのテーマですか。私今までネイル全部ピンクにしたんですよ、うん、あ、爪の色ピンクだし、自然かも、ピンクが多かったかも、はい、でも今回初めて黒に挑戦していました、うん、私も初めて、はい、なんか黒ってちょっと、うん、悪魔の爪みたいで怖いかなって思ったんですけど、あ、やってみたら意外とおしゃれで、こうやっぱこう美獣とか、はい、こうなんか花柄のなんかでついてるとやっぱグッと大人っぽくなりますね。だし、なんか指白く見えるんで、これからは私黒を押していこうかなと決意したところでございます。肌の色がね、白く見えてね、はい、そう、ね、指綺麗に見えるんで、あー、なるほど、今回ちょっと大人っぽく、うんうんうん、で、まあ、ネイルを変えるのがスパンっていうか、はい、どれぐらいの期間で変えていきますか。根元が伸びてきたらって感じなんですけど、大体3週間から4週間なるほどなんで、はい、そろそろ変え時かなっていう。なるほどね、あ、わかりました、はい、じゃあぜひ皆さん、しおりちゃんのツイッターもね、はい、ご覧いただければなと思います。爪乗せてます、はい我々2人の活動はですね、はい、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組お聞きの皆様、ご感想ご意見、もうどんどんお待ちしておりますので、こちらのアドレスまでメールお願いいたします、はい、メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。